私から代表して聞かせていただきます。はい、こちらにカメラがいますので、こちらの方に目線をお願いいたします。お願いします。ではいよいよお披露目となりますバットマン vs スーパーマン、これからご覧になりますが、はい、今のお気持ちを聞かせください。もう本当にあの想像がつかないぐらいの本当夢の対決で、もう多分人類が全員が楽しみにしているんじゃないかなと思っております。でとにかくまあ2人とも強いので、最後ね本当にどうなるのかものすごい期待してるんですけど、私としてはこの2人にはタッグ組んでもらいたいななんて、まあそんな展開もあるのかなとかいろいろ想像しながら見たいと思います。いわゆる世紀の対決ということで、はい、スーパーマンとスーパーマン2大ヒーローが戦いますが、どちらが勝つと思われますか？これ選べないんですよね。まあ一応私今日バットマン風で髪型してきたらちょっと虫っぽくなってしまったんですけど、まあ一応ちょっとバットマンイメージして、なんかこう影で努力している感じとか、そういうのは本当にバットマンはすごくいいなと思うので、そうですね、まあバットマンですかね、どっちかっていうと。まあでもスーパーマンも捨てがたい、はい、もう本当に2人とも勝ってほしいなって思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。後ほどお楽しみください。はい、ありがとうございました。テンパしてお答えください。はい、いよいよ正義の対決となりますこの映画、はい、お披露目となりますが、はい、率直に今のお気持ちを聞かせてください。そうですね、まあ、前回も記者発表に参加させていただいて、でその時はまあ、スーパーマンとバットマンの普段のこの性格だったりとか今までのキャラクター性をすごい説明していただいたんですけど、正直今はいやもうどっちが勝ってもおかしくないぐらい、それぞれなんか両方素敵な面があるなって思ってるので、私的には最後は握手で仲良く終わってほしいなって思ってます。両サイドにはズバリバットマンとスーパーマン、すごいですねこれ、体の方がいますよね。ズバリどちらが勝つと思われますか？いや私は見た目的にはバットマンがかっこいいなって昔から思っていて、だけどこうやっぱ正義感で言えばスーパーマンのがこうなんか王道の正義のヒーローのイメージがあるので、本当に正義な感じとダークな感じなので、いやちょっといやわかんないです難しいですね。だから本当に想像がつかないので、今からやっと見れるってことなので楽しみです。はい、はいはいはい、私から伊藤さん代表して質問をいただきますので、はいはい、上にございます。目線の方こちらにいただきます。その辺ですね。はいはいはい。いよいよお決めとなりますバットマン vs スーパーマン。待ってました。ええ、今の気持ちをお聞かせください。いやーもうちょっとこれはこの日が来てしまったかという感じですね。まあ、僕アメリカで生まれてバットマンもスーパーマン もうずっとファンだったんで、もう本当どっちもファンだったんで、このお二方がついに戦ってしまうと。ちょっと見るのが怖いです、ファンとしては。はい、それぞれバットマン、スーパーマン、気持ちがこれだけの一体を駆使してこの後対決します。つまりどちらが勝つと思われますか？これはね、どっちが勝つかっていうのはちょっと難しいところなんですけど、個人的に勝ってほしいなっていうのは僕バットマンですね。ちょっと喋っていいですか？クリプトン星から来てるんですよね。でクリプトン星から来てて、まあ、言ったらちょっとその人間じゃないベースが、まあ、生まれ持った超人なわけですよ。一方で彼はスーパービジネスマン、まあ、言ったら人間なんですよね。で自分で財力を築いて、その財力を持ってこういうアイテムを使って戦ってるわけなんで、どっかその人間としての親近感があるのはバットマンかなと。ただどっちも好きですけどね、はい、ただ彼はねクリプトン星から持ってきた石を近づけると確かすげえ弱くなるんですよね、確かね。その知識がこっちに入ってるかどうかですよね。そこは見どころかなと思います。素晴らしいご説明ありがとうございます。どうぞスクリーンでお楽しみください。ありがとうございます。ありがとうございます。